ではブリーフィングを開始します。本オーダーは前からの依頼となります。重要物資を積載した輸送機の進行ルート上にすでにイモータルに占拠されている海洋プラントがあります。この海域を通過する間、輸送機を防衛するのが本オーダーの目的となります。もしも任務成功がかなわない場合には輸送機を撃墜してください。任務開始時刻までに準備を完了し、出撃に備えてください。それほど重要なものを乗せて、なぜわざわざ敵に占拠されたエリアを横切るようなルートを取る？このルートが一番安全だと判断されたからです。一番安全なルートでこれなのかよ。重要物資って一体何を運んでるんだ？機密情報です。開示できません。少しは頭を使ったらどうだ。積みの中身はデムト物資以外ありえないだろう。おそらくはオーバルの中心部から採取されたサンプルだ。テラーズのご老体もそれに興味があるのではないかね。その饒舌さは感心できんな。テラーズはオーダーを受ける。面白い。やはりテラーズ、いやグリーフが興味を持つほどのものということか。詮索好きの不浄の輩に光が与えられることはないだろう。ますます面白い。お前たちが何のゲームをしているのかぜひ知りたい。私もコールするとしよう。バレットワークスは降りる。オーダー内容が危険すぎるという判断だ。ウキ、お前もよく考えろよ。作戦区域に到達しました。フェムト粒子の分布は高濃度。各センサーによるレーダー補正を行います。各機のデータリンク開始。小隊の通信回線を開きます。敵の数が多いな。楽しいゲームになりそうだ。動くな。なるほど、複製可能な AI ならではの作戦じゃないか。まだ動けるかね、ご老体。集中しろ。まだ魚の餌にはなりたくあるまい。気をつけてください。オーバルの海は月の落下時に大量のフェムト物質の影響を受け、フェムトエネルギーを吸収する性質を持ったため、水中ではアースナルの水力が減衰するせいで離脱できません。海底まで沈降した後、救難ビーコンを発しながら救助を待つことになります。その場合でも緊急用の酸素は8時間持ちますし、安全上問題はありません。救助を待つ間、お好みの音楽を流すこともできます。 AI にしては面白い情報だ。弟に見習わせたいものだな。何、お知性しなければ問題ない。敵の戦術が分かれば不動の予測がある。輸送機の進行ルートの確認を怠る。取り憑かれる前に撃ち落とせ。では始めるぞ。
低下、残り 80%。 防衛対象の反応低下、残り 60%。オーダーの達成を確認、機関シーケンスを開始します。